ワン、ツー、スリー、フォー。休みのミュージックもない。ほら、聞かせてよ。ダダダダ。はいどうもこんばんは、やすみでございます。前々回ぐらいの動画で洗顔の動画を出させていただいたんですけれども、そちらの動画はですね、なかなかの好評でございまして、まあその次ですよね、その次のステップ、洗顔した後は何をするか、皆さん何をしますか。そう、化粧水ですよね。そう、化粧水なんですけれども、普通に化粧水するよりもやはりフェイスパックみたいなね、シートみたいなのをこう貼って保湿した方が全然潤い方が違うんですよね。そこでですね、本日はフェイスマスクはするんですけれども、フェイスマスクをしてるとやっぱり乾燥してる季節になると、こうしてるだけでは速攻で乾いてしまうんですよ、マスク自体が。なのでそれを抑えるためにどうするかっていうことを皆さんにご紹介していきたいなと思います。ということで本日紹介する商品がこちらです。じゃらん、うるおいマスク。皆さんご存知の方はご存知だと思うんですけれども、こちらのうるおいマスクっていうのは、フェイスマスクをした後にさらにシリコンのシートみたいなフェイスマスクがあるんですよ。それを覆いかぶせることによって水分を蒸発させないという効果がございます。これはね、ものすごい画期的でございます。でこの商品どこで買えるかっていうとですね、そうなんですよ、もうプチプラの100均です。そうなんです、皆さんご存知のですね、あそこですよ、恐竜がいっぱい出てくるとこ。あー、そう、うん、ダイナソー。違うんだよ、ダイナソーじゃないんだよ。ダイナソーは恐竜いっぱい出てくるけれどもね、100均のあっこですよね。そう、曲がったことが大嫌いのね。うん、タイゾーだよ。いや、タイゾーじゃないから、ダイソーでございます。で、ダイソーで100円で買える水分を逃がさないためのマスクでございます。これめちゃくちゃレビューが高いんでおすすめだと思いますよ。で、すでにですね、これもう僕2個目なんですけれども、実はこれリスナーさんに教えていただいたんですよ。本当にね、教えていただいてありがとうございます。めちゃめちゃ愛用しております。ということで、まだ知らない方のために手元でざっくりと解説していきたいなと思います。それでは読んでみましょう、ニカメさん。はい、ということでこちらでございます、うるおいフェイスマスク。いいね、これフェイスマスクってかっこいいじゃない。で、リピートしてるので僕はこの新品を開けずに、はい、こちらピンク色の方をね使ってレビューしていきたいなと思います。ここにも書いてるんですけれども、入浴時に着用で汗がじんわり出てくるよって書いてます。で、入浴時にですね、毛穴とかを広がせて洗顔しようと思ってつけるパターンもありだと思います。なんでお風呂に1枚、お風呂場以外にも1枚あればなおいいと思います。100円なんでね、2、3枚買っても全然問題ないですよね。でですね、今回はフェイスマスクも一緒に100均で買いました。それがですね、こちらでございます。じゃらん、フェイスマスクコンペッションコンペット。耳にかけるタイプ圧縮フェイスマスク10枚書いてますけれども、この圧縮フェイスマスクでございますよ。これがね、なんかね、パッて見た時にすげえ可愛いなと思ってついつい買っちゃいました。これの特徴としては、このね、なんか一つ一つが容器みたいなのに入ってるんですよ。これなんでいいかっていうと、この中に直接化粧水を入れられるんですよね。そしてひたひたにしたシートをそのまま顔にかけれるよっていうタイプでございます。しかも耳にかけれるタイプなので、ずれることもないですね。もちろん普通のシートだったとしても、これがあれば押さえてくれるのでずれる心配はございません。では早速使っていきましょう。はい、ということで開けるとこんな感じでございます。一つ一つ包装されていまして、10個入りで100円でございます。なんで一つ10円ですね。めっちゃプチプラ。この蓋を開けます。よいしょ。開けたらですね、皆さんがいつも使ってるような化粧水をそのままこぼれたちょっとここにキャップつけるの取ってた、俺取っちゃってた。っていうか、ここにくっついちゃった、こっちにくっついちゃってるよ、こぼれちゃったよ、べちゃべちゃだよ。相当べちゃべちゃなっちゃったんで、もうちょっと入れときます。はい、ということでちゃんとひたひたになりました。これを広げて顔につけていくみたいです。じゃあちょっとつけていきましょう。いや、事故でしたね、今のは。確実にもう僕もね、想像もしてなかったことが起きましたよ、びっくり。ではひたひたになったシートを広げていきます。あ、なんか使いやすそう。あ、すごいいいじゃんこれ、なんか白いパンティー広げてるみたいじゃん俺、なんか変態じゃんこれ、変態じゃん。はい、じゃあ広がったので顔につけていきたいと思います。こんな感じか。あのね、俺の顔がでかすぎる中で、あ、ちぎれた、あ、ちぎれたよ、もうこれこれもう
ダメじゃんこれ。もう普通のシート持ってこよう。よいしょ、普通のシート持ってきました。ルルルン。はい、じゃあ使っていきます。俺の顔がでかいのか、この100均のやつが女子用に作ってるのか、これはどっちなんだい。じゃあこれをつけていきます。あー、こっちの方が全然ひたひただね。自分で作るのはあんまりおすすめしないね。では広がったのでつけていきます。せーの。おすっげー潤う。あー、やばい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 。こうですよ、ちゃんとこうなりますよ。これが正常ですよ。こういうことですよね。ちょっとおでこはみ出てますけど、でこのまま放置すると乾いてしまうんですよね、乾燥してるから。なんでここにシリコンマスクをかぶるわけですよ。かぶっていきましょう。このようにシリコンマスクをかぶるわけです。はい、こんな感じでございます。すごいね、僕のパンツ履いてるみたいだよ。これで蒸発しないからすっごい潤うのよ。これつけてる限り永久に水分補給を顔面がしてくれてるっていう話ですよ。これはすごいでございます。これを20分とかした後に保湿クリームとか塗ってね、最後仕上げればめちゃめちゃ保水されるんじゃないでしょうか。めちゃめちゃおすすめです。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。ちょっとどこぞの YouTuber みたいになりましたけれどもね。まあそんな話はいいんですよ、とりあえずね。まあ、このシリコンマスクがすごい良かったからみんなに紹介してみたっていう動画でございました。気になる方はね、ダイソーに行ってみてチェックしてみてください。めちゃくちゃいいから、これは買いでございます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは安兄でございました。バイバイ。誰が唇お化けや。